これはどこの町？ようこそ雪の町へ。サンタモニカさんですね。モニカ姫、こんなところに呼び出して何を始めるつもりです？ポルカはクリスマスって知ってる？ええ、まあ。300年の間にこの世界にはとても素敵なイベントが生まれました。そう、クリスマスです。パーティーで七面鳥やケーキを食べたり、サンタさんにプレゼントをもらったり。モニカ様、ここすごく寒いです。できたら話は短めに。ユリアンは A グレードなんだ。私決めました。世界中の恵まれない子供たちにクリスマスを届けます。それって私たちにサンタになるってこと？いいえ、サンタクロースさんたちはここに。くせ者。彼らがセンターになって世界中の子供たちのもとに雪だるまに合わせるの？ですが、困ったことにソリを引いてくるはずだったムーが逃げてしまったの。むちゃくちゃなんかいろんな設定をあの混ぜてますね。ムーってロマサガ2のあの獣ですもんね。逃げた？ムー、皆さんにお願いがあります。逃げたムーを一頭残らず捕まえてください。わかりました。モニカ様の頼みであればすぐに。さあみんな行こう。ユリアそんな重症になったっけ？モニカに。貴様、勝手に安受けやして我らを巻き込むな。洞窟ですかね。ユリアン、お前はムーを知ってるのか？いや、全く。スリーの世界に存在してんの？知らずに引き受けたのか。現金の男だ。俺はミカエル様からモニカ様の護衛部隊プリンセスガードに任命された。任務を全うしてるだけだ。ムーとは主にサイゴ族が飼育してる家畜。アザミさんはロマサガ2やから知ってんのか。てか、そんな格好でようあんな雪国行きましたね。アザミがいた世界の動物というわけか。お、把握が早いですね。さすが主人公は。待って、この声は、声、何も聞こえないぞ。ウィンディはすごく耳がいいんだ。イーリス族。こっちよ、ついてきて。ウィンディも大概な格好してるな。ほぼ裸。まだ洞窟が続きますな。ダメね。ダメ？どうして？私たちの匂いを嗅ぎつけて逃げてしまったわ。あ、ムーか。ムーはとても臆病だからな。し、誰かいる。こいつか。モニカ姫がよこした助っ人、ん？モニカ姫がよこした助っ人というのはあんたらか？エイリーク。そういうあんたは？私はエイリーク、ムーの所有者だ。ついさっきまでここらにムーがいたはずだ。西の道に逃げてしまった。だがここは未開の洞窟、どんな魔獣が潜んでいるやもしれん。西だな。あんたはここを待っててくれ。ムーをここに追い込む。わかった。いや、最後族のこいつ、コンボ使いですよね。一回も使ったことないかも。お、順調ですか？なんというか、ここは魔獣の巣窟だ。さっきよりムーの鳴き声が大きくなった。でもまだ遠いわ。このままじゃ力尽きる。一旦引き返すか。いいや、前進だ。貴様がモニカ姫におねつたのは十分分かった。だが貴様の命令には従わない。俺とモニカ様とでは身分が違う。おねつとかそんなんじゃない。今はそんな話をしてる時じゃない。引き返したところで魔獣だらけよ。ああ、仕方ない。奥に行ってみよう。おお、ここロマサガ2ね、あのダンダーグおるとこっすよね。しっかりこういうとこ使ってくれるんだ。今の声はキューキューって言ってたな。間違いない、ムーだ。近いわ、行きましょう。
すげえ。魔獣だらけの道を生かしたが、まだ死んでないか。意外としぶといな。エイリーク。え？どういうこと？は？ならば私のとっておきのペットを送り込んでやろう。かっこいい。マクシムス。これなんだろう？ストーリーで出てきたのかな？えらいドットが荒いな。見ろ、ムーだ。あそこに群れ固まってる。よし、みんなでムーを洞窟の出口に移動させよう。これでモニカ様の願いが叶いますね。ユリアも頭を撫でてもらえるかな。もらえるな。うるさい、そんなじゃないと言ってるだろ。とにかく急ごう。クリスマスが終わっちゃうぞ。ポルカの後方の夜影。あ、さっきのおっさん？ち、何がクリスマスだ。はしゃぎおってぶち壊してやろうと思ったが失敗だ。帰ってスカチーニの野郎とケーキでも食いながら悪巧みするか。皆さん本当にありがとう。感謝します。これで世界中の子供たちにクリスマスを届けることができます。すごいプレゼントの量。でもこんなにたくさんのプレゼント一体どうやって。お兄様です。これはお兄様が考えお金を工面し実行なされたこと。ミカエル様が。あ、ユリアン変わっとるけどいつの間にシルクハット。ミカエル様が。兄も私も子供の頃は少々肩身の狭い思いを。子供には子供なりの悩みや辛いことがあります。ですからクリスマスぐらい思いっきり笑ってほしいと。見返る効果。冷たい感じに見えるが優しいところもあるのだな。アザミさんも変身しとるね。あ、ウィンディもか。あ、見てサンタさんの出発。サンタさんたちの出発。ムー飛べんの？飛ぶわムーが飛んでる。ソリに平賀さんが作った装置を。でも故障続きなので心配です。みんなで祈りましょう大丈夫？そうだな、祈ろう。無事届きます？それ。無事にクリスマスプレゼントが子供たちに届きますように。